このサイズのカレンダーが初めてなんです、うん、なのでそこがちょっとドキドキしますね。卓上とかもだったので毎年すごく大きくなって、謎にドキドキしてます。そうですね、なんかやっぱりここ本当2年とか、去年からもですけど、すごく顔つきとかも大人になったねっていうふうに言ってもらえるので、今はやっぱり自分のことなので、あんまり大人になったりとかわかんないんですけど、きっとまあ、20歳だったりとか、25歳だったりとか、5年後、10年後を見返したときに、きっと懐かしく思えるカレンダーだと思うので、こういう形に残るものをさせていただけるのはすごく嬉しいなと思います。なんか普段は、普段あんまり見せないカップなのかなと思ったので。結構2時から。2時からありますか。ですね、自分の髪もちょっと恥ずかしいです。これファンの方はこれ購入したらどこに貼ってもらいたいとかあります？部屋の一番見えるところに貼ってほしいです。私はどこに貼ってるの？私もでもこのポスター系をいつも必ず貼ってあるので、どこに貼るんだろう、貼るんだろうね、書けるんだろう、皆さん気になりますね。話しかけてほしいみたいな。話しかけてほしい？あ、でもそれもいいと思いますね。おはようって。おはようって。あんまそういうのしない。好きな方は。しますよ。推しとかは、行きます。言いますか？言いませんか？例えばそのカレンダーは、はい、お兄さんとか、お姉さんとか見てますか？お兄さんとしてキュンとしてもやめてください。はい、すいません。そう、昨日お兄ちゃんと一緒に日本シリーズ観戦させてもらって、うん、お兄ちゃんは渡しても多分語ってくれないので、お兄ちゃんの家にこっそり行って、あの天井で、あのベッドで寝た時の天井のそこに貼っとこう。マリンさんは見てくれます？モリーさんはまだ言ってないんですけど、うん、お姉ちゃんはどんな写真でも、あ、かわいいって言ってくれます。大津さんは、お、みんなサバサバ気になるので、本当の心の内はちょっと話していけない。私は、高校サッカーのオールマネージャーからスタートしたんですけど、正直あっという間で、なんか、もう毎日やることがたくさんあって、常にこう取り組んでいた年だったので、うん、あっという間に感じてます。うん、そうですね、なんか本当当たり前じゃないことをこう改めて分かりましたし、当たり前がどれだけ幸せなことかをすごく分かりました。もちろん高校サッカーに関しても、フィギュアスケートに関しても、やっぱり試合が開催されるって、やっぱりどこか当たり前で、そのために練習をしてきたりしたけど、その試合がなくなってしまうっていう、目標が消えてしまうっていう、初めての経験をしたんですけど、その分、今だからこそできることっていうのが、分かると思って、この1年は決して、無駄ではなかったなと、すごく感じます。じゃあ、ニューさんも、ギリアの練習が長くてもいいなと。そうですね、練習、スケート場が閉まってしまう期間もありましたし、でも、今まで、お姉ちゃんだったり、妹だったり、海外で拠点にして練習してたりしたのが、みんながお家に集まって、家族全員がお家に集まる時間が、すんごい久しぶりで、
家族みんなで集まる時間が、うん、僕それこそそれ自体も当たり前じゃなかったし、すごく幸せな、なんか、年だったなって思います。来年はインターハイ出場がフィギュアで決まったので、青森山田の生徒として、東北の代表として、時間を大切に頑張りたいなと、まずはそこを目標に頑張ります。はい、今日のファッションすごく素敵なんですけれども、ちょっと感想とか。今日はピンクです。なんか大人っぽく、カレンダーがちょっと大人っぽかったので大人っぽく着てみたんですけど、まだでもやっぱこう高いヒールを履いたりとか、綺麗なお衣装を着させてもらうのはドキドキするので、それがこうドキドキしないぐらい素敵な女性になれたらいいなと思います。